SB スーパーバンタム級タイトルマッチ。2016年年末、今度は逆だ。奇跡の大逆転劇が巻き起こった。この時は1ラウンドやるだ。11連勝中の挑戦者がまずはダウンを奪う。そして追加のダウン。挑戦者はとどめを刺しに行く。その時、ここで王者のカウンターが炸裂。まさかの大逆転劇は文句なく2016年シュートボクシングのベストバウトだった。薄氷で防衛を果たした王者内藤大輝。王者は今年さらなる高みを目指し、一つ上の階級にも挑戦、奮闘した。あと一歩で王座を逃した挑戦者、上山聖輝。挑戦者は今年他団体に殴り込みをかけるなど、さらなる上昇を目指した。あれから10ヶ月、成長の度合いが試される。紙一重の勝負、再び SB スーパーバンタム級タイトルマッチ。内藤大輝 VS 上山聖輝。